年おめでとうございます。よろしくお願いいたします。Oh, shit.
なんで忘れようこの可愛さを江戸の泣いて暮らしたこともある。それじゃお母さんもずいぶん足のことおだまり。私の忠太郎はね、八つの時に流行り病で死んでしまったと聞いてるんだよ。とんでもねえ、忠太郎はこの通り生きておりやす。体操失敗が上手だね、やぼな芝居はおよしでないこと、これは朝生のためだけど、わらじ千にしておくれ。何？金だ。しがみ姿をしていてもこの忠太郎まだ金には不自由はしてねえに、見てやっておくれぜこの百両だ。もしや海の母親に巡り会ったその時に、豊かな暮らしをしておればよし、千に一つ万が一貧しい暮らしをしていたら、先立つものはお金だと世の目も一生懸命に働いて貯めた大事な百両が欲しくて旅をしていたら、あちらこちらのそのそばでちょっと働かれて、あっと勝手な帳が出て一文なしになった時、何度この金に手をつけようと思ったかしらね。いや、いけねえ。お母さんに巡り会うまでは指一本触れちゃいけねえと、抱いて温めてきたこの百両だい。見れば立派思い迷って、かの浜
はとるその場に泣き伏せる忠太郎、忠太郎と呼んでやりたい。噂が気になるならば、女ヤクザもなじむんだ。連れの子ダンスお母さん、月も雲まで、月も雲まで、もらいなき。あまりの言葉に忠太郎は泣くに泣きない。この世に生まれきて親と呼ばれて、子と呼ぶのは神だ。この世に定めたる今日は東か明日は西、行くよ定めぬ神の空が流行するの。望みは一つ、優しい言葉を母親にかけてもらうの。楽しみに巡り会うたも、あだ夢か会わぬ昔は。忠太郎さん、なぜ堅気の姿で会いに来なかったんだい。親にはぐれた虚しどり、くれたお叱りは無理なことだ。忠太郎、二度とこの式をまたぎませんと言葉残して表に出た。
中太郎と呼んでやりたい。ありがとうございました。